そうですね、ちょっとでも硬さが見れますよね、まだね。そうですか。ここから富樫のシュート、有本のシュート入りません。リバインダー横浜です。さあこれもアウダが前に張り切っている。今日2本目の速攻になります横浜。さあこのマッチアップ、カーターのシュート、これがリングに吸い込まれました。8点番、ここは激しいディフェンスを見せる志賀、ただここを詰めてきました。周りをよく見ていきます。石原からインサイド、ロバート・カーター、カーターのここからのシュート、技ありですね、という展開になりました。誰か一人が得点するというよりは全員で決めてくる。いや、晴れ山シュートタッチいいですね。今日は本当にいいですよね。さあここは返していきました、アッケンバースです。ロバート・カーターがボールをキープしながらゲームを作っていこうというところ。そしてペイントエリア内自分で決め切りました。まずは第3クォーター、最初に得点を奪ったのは横浜。ロバート・カーターのシュートで1点リードに変わります。横浜です。ハミルトンです。逆に速い攻めになっています。森川狙い込みのスリーポイント。志賀は本当によくボールが動いてますよね。そうですね、まあゾーンですから、さあここはボールを奪い返しました横浜です。速い展開になる。インサイドにはアウダが戻ってきています。さあ詰めていってこのシュートを決めてくるカーター。これで59対58、今度は横浜1点リードに変わります。